ギルバート・キャプラン・ギルバート・キャプランは、アメリカ合衆国の実業家で、オーケストラの指揮者、グスタフ・マーラーの研究家。1967年創刊のアメリカの経済史、インスティチューショナル・インベスターの創刊者として実業に、携わり、実業家としての成功を収める。青少年時代に、音楽教育を受けたことはなかったが、大好きな、マーラーの公共曲、第2番。 復活を指揮することを夢見て、30代を過ぎてから、ゲオルク・ショルティに指示して、指揮法を学ぶ。40代半ばで、慈悲によるコンサートを、エイブリー・フィッシャー・ホールで行い、指揮者としてデビューする。最初で最後のはずが絶賛を浴び、あちこちのオーケストラから、客演の依頼が来ることとなり、復活のみを専門に振る指揮者として知られるようになった。生涯に客演し、復活を振った。 主なオーケストラは以下の通りである。復活以外にはレパートリーも皆無であり、復活の式以外の音楽的キャリアもこれと言ってない。しかし、復活に関しては世界的にも第一人者と目されている。音楽以外の分野で成果を収めた後に中年以降に転じて成功した指揮者、ただ一曲だけを振り続けた指揮者という世界でもまず他に、 例のない珍しい特性を二つも兼ね備えた稀な存在である。1988年に発売したロンドン公共楽団との演奏のアルバムはマーラー作品の CD としては史上最高の売り上げを記録した。2002年には資材で購入したマーラー自筆譜をもとにした進行定版キャプラン版での録音をウィーンフィルハーモニー還元楽団と行い話題になった。 また事業、指揮活動の他に、音楽関係の TV 番組の司会や、ジュリアード音楽院の夜間部教員も務めていた。2016年1月1日に死去した。74歳没。映画、マイ・ソングの監督、脚本、制作、音楽を担当し、主題歌、恋するデビューでアカデミー歌曲賞を受賞した、ジョゼフ・ブルックスは兄である。ありがとうございます。